時刻は午前0時を回りました。皆さんこんばんは。日本語 V ティーチャーのわさびです。さあ新年度が始まりましたね。これを聞いている人の中にも4月から日本の学校に入った人、日本の会社に入った人がいるかな。今回のラジオはなんと久しぶりに真面目な勉強ラジオです。お風呂に入りながら、ベッドで横になりながら、ながらの勉強って意外と頭に入っていきますからね。楽しんでいってもらえると嬉しいです。さあでは今月も始めていきましょうか。日本語 V ティーチャーわさびのオールナイト日本語。日本には年と年度、2つの言葉があります。例えば今年の1月1日は2024年だけど2023年度ということ。不思議ですね。年は1月1日から12月31日まで、年度は4月1日から3月31日までのカレンダーです。つまりいつからいつまでという期間、ピリオドが違うんです。だから日本の学校は4月に始まって3月に終わるんですね。これと一緒で仕事や会社、国の仕事をするときもこのカレンダーを使います。なので日本では4月から大学生になります。社会人になります。転職します。だから頑張ろうって思う人が多いんですね。日本で書類を書くときは普通何年何月何日の順番で書きます。誕生日もそうです。2024年4月4日みたいな感じ、この順番です。でも令和って書いてある場合は注意が必要です。そう、これ和暦といって日本オリジナルの年号、年の数え方です。この名前は天皇が変わるときに変わります。ちなみに今年は西暦2024年、和暦では令和6年です。特に日本に住んでいる人は間違えないようにしてくださいね。皆さんの国には年度や和暦のようなシステムはありますか？学校や仕事は何月から始まりますか？いろいろな文化があるから、きっと私の知らないカレンダーもいっぱいあるんだろうな。ぜひ皆さんの国の文化も教えてくださいね。さて、日本語には自動詞と他動詞があります。あ、今それ嫌いって思った人もいるかもしれませんね。確かに自動詞と他動詞はちょっとややこしいです。これは動詞の種類なんですが、例えば to open、 日本語では開きます、開けますと言います。ドアが開きます。これ自動詞です。電車、エレベーターのドアをイメージすると簡単です。自動詞のポイントはトピックがアクションします。ドアがトピックです。開きます。ドアのアクションです。ドアが開きます。自動詞です。ドアを開けます。これは他動詞です。車やトイレのドアをイメージすると簡単かな。私や誰かがドアのノブを持ってね、
ドアを開けます。他動詞のポイントは、誰かがアクションします。他に、サブジェクト、主語が必要です。主語がアクションします。開けます。例えば、私はドアを開けます。つまり、オートじゃない。それが他動詞です。どうして今、私がこの話をしたかというと、to start。これにも、自動詞と他動詞があるからです。私は今日、このラジオでもう2回もこの言葉を言ったんですが、to start の自動詞は何でしょう？そうですね。始まりますです。私たちは時間をコントロールすることができません。なので、4月が始まります。4月が始まりましたと言います。でも、4月が始まりました。だから、何か新しいチャレンジをしたい、頑張りたいという時、他動詞を使うんです。私は早起きを始めます。これが、to start の他動詞です。すべての動詞に、自動詞と他動詞があるわけではありません。でも、自動詞と他動詞があるとき、この違いを簡単に知ることができる方法が一つあります。一緒に使う助詞、パーティカルです。自動詞はがとセット、他動詞はをとセットです。がはトピック、スペシフィックな主語と一緒に使う助詞です。をは目的語、オブジェクトと一緒に使う助詞ですね。誰のアクションなのか、何のアクションなのかにフォーカスすると、自動詞、他動詞、どちらを使えばいいのか分かってくると思います。日本語で文を書くとき、ぜひこのルールを思い出してみてくださいね。さて、皆さんは4月から何か始めたことはありますか？私は夜のウォーキングを始めました。実は知っている人もいるかもしれませんが、私何回も何回もチャレンジしてるんです。ウォーキング。でもね、暑くなったり寒くなったりするとつい続かなくなっちゃうんですよね。ギブアップしちゃうんです。今年の4月は暖かくてウォーキングにもぴったりなので、真夏になるまではいや、真夏になっても今年は続けたいな。できれば皆さんが4月から始めたこと、始めたいことがあれば教えてくれませんか？日本語の勉強はきっともう始めていると思うので、その他のことでもいいですよ。マシュマロやコメント欄からぜひ送ってください。次のラジオで読みたいと思います。その時はぜひ日本語で書くチャレンジをしてみてね。久しぶりのオールナイト日本語、いかがでしたか？今日はちょっと難しい勉強の話をしましたね。年と年度、自動詞と他動詞、どちらも分かっているときっと役に立ちます。あんまりよくわからないなぁが、少しずつ、あ、わかるに変わっていくといいですよね。これから新しい一日が始まる人、いってらっしゃい。スマホ、パソコンの電源を落として、一日を終える人、おやすみなさい。一歩ずつ、一緒に前に進んでいきましょう。ここまでのお相手は、
日本語 VTeacher わさびでした。バイバイ。